サイエントークはい、こんにちは。はい、こんにちは。レンです。エマです。サイエントークは研究者と俺がおしゃべりするポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はサイエントークシーズン1最後のエピソードです。はい。寂しいですね。さ、寂しいですか <laughs> 適当に言った。<laughs> <laughs> 自分たちで決めてんのに <laughs> シーズン1終,、ね、1終わっちゃいますね終わっちゃいますねまあめちゃくちゃ変わるわけではないですけどうんただ単にあのー、科学史をやるっていうことで全体的な流れを生み出そうっていう感じなんでうんまあ僕らがやるんでそんな急には変わらないです、うん、はい <laughs> <laughs> でもね、内容はね結構あの仕上げにいってるおー楽しみだな、まあ、私は本当に何も変わらないで <laughs> まあそうっすね。<laughs> 聞くだけなのでね<う>楽しみにしています俺が殴られるっていういやいやいやそれに戦いを挑んでいくっていう感じですね,ですね戦いのシーズン2ですねはい戦いですで今回はちょっとね しばらくお便りを紹介できてなかったっていうのもあって。うん。まあちょっと溜まってる分のお便りがあったんで今日は全部紹介します。はい。お願いします。まあ全部って言っても、10つぐらいかな。うんうん。まあちょっとせっかくなんで最後に紹介して、で、ちょっと振り返ってエモくなって終わりたいと。うん、はい。シーズン1を締めくりましょう。そうですね。 じゃあ、早速、行きましょうか。はい。じゃあ、最初のタイル行きますね。はい。えー、うむ398五父さんよりいただきました。はい。はい。すごい名前ですけど。すごい名前ですね。はじめまして、うむ398五父と申します。父と呼ばれています。<laughs> えー、サイエントーク一周年おめでとうございます。 今月より聞き出した新米リスナーですが、推し価学アイテム紹介したくてコメントを送りました。そのアイテムは化学メーカーエッペンドルフ社が記念事業で販売したマルチピペットエクストリーム、エクストリーマか、うん、と呼ばれている液体試薬を連続分注できるハンディの器具で、なんと世界中に1000台しか存在しない器具を使っています。 普通に汎用されている同等品はたくさん市販されていますが、それに比べて本体は黒色で、1993年に PCR の発明によりノーベル賞を受賞したキャリー・マリス博士のサインが刻印されている器具です。すごいでしょう。<laughs> <laughs> えー、エマさんのコメント、切れ味最高です。これからも配信楽しみにしています。父でした。 とといいうことでたただきましたあーなんかすごい愛にあふれる感じがするね。ね。この器具に対して <laughs>。いや、これ普通にさ、羨ましいなと思って、<laughs> 俺もちょっとこれ調べたんだけど。あ、そうなんだ。うん。<laughs> いや、すごいでしょっいいね <laughs> え。そう、めっちゃ自慢されてますけど <laughs>、えー。えこの、この愛がいいわ、なんか。 <laughs> ね、熱量がいいっすよね。うら、ん、やましいわ、これ。<ー>え、マルチピペット知ってますあ、知ってる。この連続分注できるってやつ。うん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 。あのー、画面みたいについてるやつよね。ああ、うんうん、うん。ついてるついてる。てるそう。え、でも、それ自体は世界に仙台しかないわけじゃなくて、その、エッペンドルフ社が記念事業で販売したやつうん、うん エクストリーマは、仙台。仙台しかない。そう。あ<ー>しかも、マリス博士のサイン入り。いや、これはね、マジで。いや、ちょっとこの後、一応補足しますけど、この辺のわからん言葉を。うんうん。これ非常に羨ましい。で、これマルチピュートって、うんと、普通の、多分、学校の実習とかで使うやつって、ただの、 なんだろう、カチカチ押すタイプのピペットだと思うんですけど。うん。ピペットマンってやつかなとは違って、この連続分注できるっていうのはなんか画面ついてて、例えば、1ml 吸って、それを0 1トルずつ出すみたいな設定ができるんですよね。画面で。で、それでピッ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 押したら出してくれるっていう。まあ、見た目はピペットに近いんですけど、そういうちょっと、 ハイテク機器みたいな感じで。うん。自動的だからだいぶ手間が省けていいよね。そうそうそう。一回一回吸ったり出したり吸ったり出したりじゃなくて、うん、一回吸って、出して出して出してってできるから、うん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 。かなり効率がいいと。うん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 。いや、ちょっとね、この黒色のやつの写真をね、俺はネットで見つけることができなかったんだけど。うん<ー>。たぶんそれぐらいね、レアなんだと思う、これ。 すごい。すごいよ、ね。今の時代、ネットで見つからないって、相当レアだな。いや、うん、もうちょっと探したらあるかもしれないけど、うん。あの、さっきパパって探した感じじゃないな、と思って <laughs>。なるほどね。<laughs> うん。普通のピペットがブーって出てきちゃって、うん。埋もれてんのかもしれない。うん,う,んうん。うん,うん。で、この、これさ、PCR の発明したマリス博士は、うん。聞いたことあります、うん いや、ない。まあ、これそのまんまなんだけど、PCR っていう、そもそも原理を思いついた人なんだけど。うん。え、女性これ。いや、これ男性。あ、そう。うん、チャラい男性ですね。チャラい男性。<laughs> 見た目が <laughs>。<laughs> そう。まあ、見た目も結構イケイケな感じ。ああ、そうなんだ。で、 いや、なんかイケイケなエピソードが結構残ってて、まあ、例えば一個だけ紹介すると、この PCR の原理を思いついたタイミングは、うん、なんか恋人とドライブしてる最中に思いついたみたいな。<laughs> ああ、イケイケだな。そう。で、ドライブ中に、あれってなって、<いや笑>なんかこうやってやったら DNA とか増幅できるんじゃねみたいな感じで思いついて、車止めて、うんうん、その紙にバーってメモって、うん みたいな感じ<ー>このね、結構ドライブデート中に PCR 思いついたっていうのは、ね、有名な話です。あ、そうなんだ。知らなかったな。うん、いや、でも、そういう風な感じでさ、リラックスしてるときに思い浮かぶものなのかもね。かもしんないけど、うん、いや、でもこれ、どうなんだろう。デート中何考えてんだみたいな感じするけど。<laughs> まあ、いいんじゃない <laughs> 私らもこないださ、うん、カワウソカフェ行ったけどさ、なんかちょっとすごい発明思いついた、いレン。いや、カワウソかわいいな、しか考えない。<laughs> <laughs> カワウソ餌もらってくれないみたいな。そうだ、ね。そんなことしか考えてなかったですね。まだまだだな。でもさ、うん、それ例えば俺がいきなりさ、わって言ってさ、うん。<laughs> デートそっちのけでさ、紙になんか書き始めたらどう思ういや別にいいんじゃないって思うけど。いや、いいい何してるかによるかな。<laughs> 何してるかによるかもしれない。ああ<ー>。あ、まあ、でも別にいいよ。ほんとに。書けば。あじゃあなんか思いついたら書きますわ。うんうん、うん、あーってなったらね。 良いと思う。うん、うん。これでさ、ノーベル賞受賞できるんだったら、どんどん書いてください。確かにね。うん。まあ、ポッドキャストのことで書くことはそんなにないかもしれないけどね。本業の方で。そっかそっか。思いついたら書こう。うん。お願いします。はい、まあ、しれっと iPhone にはメモってんだけどね。たまに。うん。はい、そんな感じで。あの、父さん、ありがとうございます。うらやましい器具をお持ちで。はい。いいっすね。 いいっすね。いや、こういうのね、もうめっちゃ教えてほしいわ、どんどん。俺もこれ知らなかったし。うん。えっ、ー、と、続いてのお便りは、前りょうさんより、いつも楽しみにしてます。70回を聞いて、分野によって使う言葉も違うんだな、と、とても興味深く拝聴しました。へもるって通じないのかなさて、 疑問というか思いつきですが、理系の皆さんに聞いてみたいことがあります。洗い物とか特にすることがないとき、スマホとか持ち込めないラボで、遠心期待ちの10分くらいってどんなことしてますか私は目についた数字を因数分解とかしてました。もし取り上げていただければ嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 いや、理系だな、この人めっちゃ。めちゃくちゃ理系。<laughs> <laughs> いや、でも、いい数分解っす。そ数分解。数分解か。レベル高いね。まあでもなんか、別にこれ、遠心期末の間っていうよりは、普通になんか、数字見たときに、うん、あ、これは何で割り切れるな、とか、うん。なんとなく考えちゃうことはあるかも。ああ<ー>。なんかタクシーとか、 で、タクシー乗った後の値段とかがさ、出てきたりするんだうん、うん、それで、数日間、うんうん、あの、同じタクシーを使うこととかがあって、仕事とかで。あ、で、これはい、はい、昨日のタクシーの値段と全く一緒だ、みたいな。<ー>で、それをその仕事の人にしたら、え、なんで覚えてるのみたいな言われて、<laughs> で、なんで覚えてるのかなって思ったら、なんか、 もう無意識に、あ、これ3の倍数だなって思ってたっていう。<laughs> あー、でも、3の倍数かなぜか確認しちゃうみたいなのちょっとわかるかもしれない。だよね。うん。足す、足してるでしょ。だから、いや、3の倍数だったからとかじゃないかもしれないけど、まあ、とりあえずなんか数字で、なんかちょっと特徴を思い浮かべてたんだよね。<laughs> なるほどね。その気持ちはちょっとわかるか。え、<laughs> なんか直感的に思いつくとかじゃなくて。 あの、あれみたい、タクシー数みたい。あはそんな高度な感じだ。<laughs> そんなのじゃないな。<laughs> ああ、そっか。低レベルだけど、なんとなくずっと考えちゃうみたいなところはあるよ、ね、うん。これあれだよね。最初の70回を聞いては、これも、なんだ、これは、あれか。研究ワード研究ワードか。うん。ヘモルヘモルってね。これなんか出血するっていう意味らしいけど。ヘモグロビンってこと あ、みたいな、ヘモラージに由来してるって書いてある。ええー。出血。医療現場で使われるんだって。知らなかった。じゃ、この人、医療系の人なのかな。あ、前良さんなんか獣医師とかじゃなかったかな。そうなんだ。ま、あ、遠心気待ちだからね。うん、生物系では必ずありそうだよね。そうね。でもこれ、有機化学系だからさ。うん。 遠心機待ちみたいな感じで、あの、溶媒飛ばし待ちとか乾燥待ちとかあるけど、基本的に全部その待ち時間を詰め込むように実験立てるから、計画を。あ、そうだよね。有機科学ってもう同じ実験、同じじゃない、あの、複数の実験を同時に走らせてるから、そうそう。待ち時間も全部詰まってるよね、なんか、他のことで。そう。 基本待ち時間ないようにするなうい、ね。だからなん、な、うん、なんだろう。なんな十10分っていうか、あの、TLC あげるみたいな。わかるだいたい1分、2分ぐらいの待ち時間。その時間も結構俺詰め込んだりしてるから、これ、<ー>これあげてる間にこれ持ってきてみたいな。ああ、それ、それすごいないや、なんかそれが、 いい科学者な気がするイメージ。そういうふうに、こう、同時にいろいろできるっていうのは。<laughs> だね、バイトみたいな感じで。<laughs> 私、同時にいろいろすることがね、めっちゃ苦手だな。ああでも結構、なんか、脳の違うところを使ってる感はあるかもしれない。なんか考えてる人。うんう,んう,んうんうん。うん。マルチタスクスキル。まあ、あるよね。じっくりやりたい人と、そうやって詰め込みたい人って。 うん。じっくり一つやりたい派だな。でもなんか脳にはあんま良くないって聞いたことある。うん、あ、そうなんうん。同時にいろんなことやるのって。あ、同時にや、やるのが良くないのそう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 。お、マジなんでなんか負荷がかかるから。ええー、<で>あ、そうなん一個のものに集中して、で、少しずつやった方が、実は効率がいいみたいななんか本で読んだことある。マジか。負荷かけまくりじゃん、じゃあ。<laughs> <laughs> 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 まあまあまあ、でも実際問題さ、マルチタスクしなきゃさ、無理だよね。他の仕事とかでもそうだけど。うん、そうね。が、うん、全然いいと思う。まあでも、それでも、どうしても待ち時間できちゃうときは、何してたかな。本当に、いやなんか論文読むとか以外で、だったら、パズドラしてたかもしんない。パズドラ <laughs> え、でもスマホ持ち込めないんでしょあ、ここは持ち込めないのか。あ、俺のところはまあ別に持ち込める。持ち込めるというか、そのずっとそこで待ってる必要はないみたいな感じ。いや、でもここの質問は、スマホとか持ち込めない、ま、ないラボで、遠心期待ちの10分くらい,ういうあ<ー>。あ、そっかそっか。としてますかって。スマホ禁止か。スマホ禁止。確かにね、これむずいわ。もうぼーっとするしかなく <laughs> なんか単語中。<laughs> 単語帳とか持ってくれるんじゃない <laughs> <ー>勉強道具持ってくみたいな。うん。思考実験するっていうのは一個あるけどね。そうだね。うん。いや、でも、わかるな。なんか、本当にスマホの充電器とかがない時で、なんかどっか、イベントとか行った帰りうん、うん とかに、うん、もう本当にスマホも見れないから何にもすることないな、ね、みたいな、あの電車の中とかで。うんうん、そういう時ってすごい困るよね。まあ眠かったら寝ればいいけど、うん、眠くない時とかって、もう本当にぼーっとするしかなくって、ちょっと時間が無駄だなって思う時がある。<laughs> いや、めっちゃ暇だよね、実際 <laughs>。うん。 いやでもさ、現代においてはね、その時間は大切なんじゃないかって最近めっちゃ思うことが多い。うもうずっとスマホ見てるなーってなっちゃうから。まあね、確かに、まあ。特に目的ないのにずっとスマホ見るのは良くないよね。そう。デジタルデトックスした方がいいのかなとか、考えるこ方がいいのす ある意味だから、この遠心期待ちの10分はデジタルデトックスタイムってことで。あ,あいいね、いいね。デジタルデトックスに使う。<laughs> マインドフルネスとかすればいいんじゃない <laughs> そ,うそうそう、なんかそういうの、<laughs> そういう精神統一とかをしたらいい,い,いかもしれないね。<laughs> <ー>心を落ち着かせるっていうね。いや、でもなんか、そういうふうにさ、本当に何もすることないときに何するって決めとくのいいね。 うん、何にも使わずに頭の中でできるデジタルデトックスをこうこうこういう風にするって決めといたらなんかすごい,うん、うん、いこの時間もったいないっていう気持ちがなくなるかも。まあ確かに。てか普通に研究のことを頭の中で考えるだけでもねある意味デジタルデトックスなのかもしれないってちょっと思い始めた。ああ。 そう。調べる作業はありつつ、それでインプットしたやつを自分で考えてみて、うううん、うんうん,うん、うん、こういうのをちょっと次調べようかなみたいなのを考える時間うんうん。はスマホいじらないみたいなね。うんうん、ああ。意外といいかもな。んかでも私そういうのを考えるときってさ、もう紙とかなきゃ無理なんだけど。うん、あ、紙ね。いや、紙に書くは確かに大事。 なんか、頭の中で全てをまとめるのができなくて。ああ<ー>。うん、うん。いや、どっちもやるな。頭の中だけでも結構考えるし。うん、そうなんだ。うん。もう、勉強系とか仕事系だったらもう全部紙に書かなきゃね。無理だな。うん、<laughs> 例えば、なんかね、合成のルート考えるみたいなやつって、もう紙に書いてもいいんだけど、 うん、その結構でかい構造式みたいなやつやってたことがあって、書くのいちいち書くのめんどくさすぎて頭の中でその構造のどの辺切ろうとかこことこうくっつけようみたいなのを考えた方が楽っていうのはあったかな。すごいな。で、良さげなやつ書くみたいな。なるほどね。まあ、これはだからね。 あの、これを聞いてる研究者の方もぜひ、いい暇つぶし方法、遠心気待ちのいい時間のつぶし方あったら教えてほしいね。うん,う,んうん、うん、うん。うん。はい。はい。じゃ次、次行きましょうか。えー、森木さん。こんにちは。初めてお便りします。卒アルの会面白く拝聴しました。 私、フリーのカメラマンで、学校写真も台車で撮りに行ったりします。とにかく全員撮るのが仕事なので、撮られたくないと隠れる人が一番困ります。<laughs> すまちゃんと写ってね。ここにいた <laughs> 人に <laughs>、えー。います、ね <laughs> えー。えー、え、と <laughs>、 ところで、紙のようなアナログではなくデジタルデータの場合、それを読み取るシステム自体がどんどん変化していくわけですから、今のシステムで保管したとしても、それをどんどんアップデートしていかなければならないというのは大変な作業になるのではと考えますが、どうでしょう。ここ30年ほどでも、フィルムがビデオテープになり、レコードが CD になり、そして画像も音声もネットで拾えるようになり、 QR コードで読めるようになり、次はどうなるのかと想像もつかない進化を遂げています。さて、1000年保管した旧データが果たして読めるのか、案外アナログなものの方が残るのではないかと思ったり、写真も銀塩処理のものが今の高画質デジタルより優れていたりするものですから、解像度的に。さてさてどうなんでしょうねっていう、これはコメントいただきました。どうなんでしょう、ね。ありがとうございます。<laughs> どうなんでしょうね、これ。うん。確かにね、逆にアナログの方が残る説というか、読み、読み取る必要がないから、うん。いいんじゃないかっていうね、うん。複雑になればなるほどね、なんか、うん。読み取りづらいもんね、うん、多分。そうね。うん、確かにな、読み取るデバイスが進化して読めなくなるって。そうそう。 こうパッと今思いついたのが、例えばゲームとかでさ、うん、今ってさ、ニンテンドスイッチとか DS みたいなったらさ、昔のゲームボーイのソフトもうよできないみたいな。うーん。なんかそんな感じじゃね。だよね。うん。てか、なんかレコードが CD になったり、CD がスマホの音楽再生とかになったりするときって、うん でもなんか結局、その元のデータとかを移行しなきゃいけないから、新しいのに。その方法は必ず考えられるよね、多分。そうね、そうね。うん。で、そのなんか移行作業みたいな必ず発生してるからさ、とりあえず昔のデータは残って、新しいものでは再生できるようになるはずだよね。確かに。うん。まあだけど、なんか大変なのって、 こう飛ばしたらもう読み取れなくなるとか起きそうじゃん。なんかちゃんと順番に受け継いでいかないといけないというか、その進化が何回も起きちゃうと。どうなんだろうね。デジタルデータだと扱いがどうなるかわからんけど。うん。まあでも少なくともなんか新しいものでしか再生できないものは古いものしたら再生できなくなっちゃうから、それはもう無理だよね。うん、でさ、 あの、千年後とかにさ、新しいものを使って読み取ろうとしても、もう無理な時に昔のしかないってなったら、うんうん、あ、じゃあもう、新しいデータすべて失われるみたいな、なりそうじゃん。な、なりそう。まあだから、結局アナログで絶対に壊れないみたいなやつが、うん。間違いないのかもしれないよね。うん、そうだね、うん。これさ、もう一個振って、 って思い出したのが、そのワンピースで、うん、なんかワンピースってすごい昔の千8 0 0年前ぐらいの話が出てくるときに、うん、そのどうやって800年前の情報を得るかって、絶対に壊れない石板みたいなやつがあって、うん、で、それがずっとなんか置いてあるから昔の歴史読み取れるみたいな設定があるんだよね。ポ、うんうん、ーネグリフって言うんだけど、そういう、 もう何やっても壊れないみたいなアナログなものが、うん。やっぱ一番いいんじゃねっていう。うん。だから。でも壊れないかどうかは分からないんじゃないんああ、まあ分からないけど。うん、昔のものの方が複雑じゃないから、うん、読み取るときに読み取りやすいっていうことかと思った。あ、まあというか、それはまあ見たら分かるっていう。そう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 。ことだね。 うん、今ってさ、年度版が出てきたりするじゃん。すごい何千年前、うん、何千年前みたいな。うん、それもアナログだから残ってるけど、うん、逆に当時しかないようなデジタルみたいなのが、もしあった場合に今読み取れるみたいな。うん、そうね。起きちゃったりはするかもしれないけどね。まあ、それは今後の未来の人が考えるべき問題だよね <laughs>。 だって私らにとってはさ、<laughs> ね、千年前にそういうさ、デジタルなものってないからさ、アナログのことだけ考えてればいいけど、<笑><笑>これからの歴史の研究者は、そういうところも考えなきゃいけないのかな。そうね。うん、いつまでもね、USB が使えるとかわからんとかね。なんかいろいろありそうじゃん。<laughs> QR コードもね。 千年後スマホもうないかもしんないしねねえ分からんからねいつまでスマホってあるんだろうなまたさ次のさ携帯からスマホになったようにさなんか新しいの出てくんのかな出てくんじゃないしばらくはありそうな気がするけどうん続いて神崎みえさんからです幼い頃から、 雲がくっついたり離れたりすることに違和感を感じています。なぜそうなるのか調査してほしいです。あと、風はどこから作られるのか調査してほしいです。とのことです。ありがとうございます。まあこれね、こう日常の疑問調査で一回もやってもよかったけど、うん。簡単に説明しようかなっていう感じですけど、はい 雲がくっついたり離れたりって、まあ、そもそも雲って、あの、めっちゃちっちゃい水とか氷の粒の集まり、じゃないですか。だいたいこれ、1ミリメートルの100分の1ぐらいの大きさだったりするんですけど、うん、この粒。だから、雲がくっつく離れるって、そもそもこの、だからめっちゃちっちゃい水とか氷の粒が、水ってくっついたりするじゃん。うん、だから、 まあ、雲もくっつくっていうことなんだけど。うん。ミクロスケールで言うと。でもなんか不思議だな。ちっちゃい水の粒がいっぱい集まってるけど、うん、うん、大きい水にはならないわけでしょ。う。大きい水になったらもう雨になるっていうことか。うん、そうそうそう。じゃなんかちっちゃい水の粒がもう、えー、っと、いろんなとこに拡散されてるけど、まあ、ある程度まとまってる。 場所にあるのが雲で、で、まあ、その一個一個が水だから、く、まあ、っついたり離れたりするってことそう,そうそうそう。そうだから、原理と、うん、原理としては、例えばめっちゃさ、氷入れた水とかをコップで置いといたらさ、うん。コップの周りに水の粒つくじゃん。うん。まあ、あんな感じで雲ってできてくるのって。その周りだけ急激に冷やされて、うん。 空気中の水、まあ空気中に水蒸気ってあるから、うん、まあそれが水の粒になってるよみたいな。それが空で気圧の低いところで起きてるのが雲みたいな。うん。ことなんで、うんうん、まあだから、要は水だからっていうのが、くっついたり離れたりするっていうのは違和感かな。うん,うん。で、まあそれがね、風に流されてっていうので離れたりもするし。うん,う,んうん。みたいなのが、 とりあえずこの雲の話ででなんかあとか風がどこから作られるのかだっけうんまあこれはそもそも風ってまあ空気が流れてることじゃないですかはいはいでそれってこの空気の中で例えばあったかいとこと寒いところってできるとうんお温度の差ができるとこの寒いもの 密度が高くて下に行く、うん、であったかい空気が上に行くっていうのはなんとなくわかると思うんだけどそれがその地球上で例えばさ赤道の近くだったらさめちゃくちゃ太陽の光当たるけど、うん、北極とか南極ってあんま当たんないから寒いじゃん。みたいな温度差が発生すると。 寒い空気は暖かい空気のどんどん下に行こうとするわけよね。はいはい。っていう空気の流れが生まれたり、うん、まああとはもうちょっとちっちゃいスケールだと、あの陸と海の温度差もあったりするから、日中だと太陽は地面に当たって地面がすごい温まるから、うん。どんどん空気は上に行くと。うん、だけど海は寒いから、 まあ、下に行くと。うん。ってので、ぐるぐるぐる、陸と海で空気が循環するんで、それがまあ風になってる。みたいなね。陸の空気が上に行って、海の空気が下に行って、その後、循環すんのだから、日中は海から、陸がどんどん空気上に行くから、海から風が流れ込んでくるみたいな。 じゃあ、下にある空気が風としてくるってことあ今の海と陸の話は、海にそもそもあった空気が、陸の方の空気がどんどん上に行くことによって、陸の方に吹いてくるっていう。ああ、そういうことね。はいはい,はい、はい。そうそうそう。なんか嘘埋めるみたいな感じで。<laughs> ああ、理解した。うん。で、日中はそんな感じで、うん、で、夜になったら今度は陸地が、 あの海より先に冷える、冷えやすいんで、うんうん、冷えると今度は陸で空気がどんどん落ちてくるみたいなことで、逆に陸から海に今度は風が流れてくるあの、空気が流れてくっていう。 なる,なるほど、なるほど。見たのが、ま、ちっちゃいスケールの風ですかね。ま、結局、温度差によって風ができてるっていうことですね。うん、っていうのが基本。でそれが地球上のいろんなとこで起きてるから。うん。あっていろんな方向に風が吹いてて。うん,う,んうん、うん、うん。まあ、あとは実際地球が回ってるからみたいなとこもあるけど。ああ、でも、そっか。なんか、日本からアメリカとかに、 行く時とアメリカから日本に行く時とかで気流に差があるからどっちかの方が速く着くみたいなのもあれかなああそうそうこれが関係ある地球が回ってるからどっちかの方向に風が吹いてで押されて速くなるみたいな感じそう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 それはあの偏西風って っていう話で北半球だと、うん、基本的には東の方向に風がぐるぐる回ってる。で日本からアメリカに行くとき太平洋を渡るときは日本からの行きは速い。その偏西風に乗るから。だけど逆向きだと遅いみたいな感じ。う そう。だから、細かいとこ見ると、いろんな方向に風吹いてるけど、すごい俯瞰して地球見ると、うん。まあ、大体、この北半球だと、右方向に大体風流れてますよね、みたいな。うんうん。なるほど。みたいな感じですね。はい、続いて、えー、GTK2K さん。 えー、前回、男性と女性の走るときの腕の振り方の違いを議論調査していただきありがとうございます。今回はまた科学でなく物理学で申し訳ないのですが、ドーナッツ状の物体が第一宇宙速度以上の速度で回転していると、それは浮くというのを調査してほしいです。はい、これも、はい、ちょっと調査以来なんですけど、これすいません、めちゃくちゃ置い,いてたというか。うん。 だいぶ昔にいただいてたお便りなんですけど、うん、ちょっとこれ、あの、いくらでも考えられちゃうなと思っちゃって、あの、<laughs> なんていうか。いや、そもそもね、あの、<laughs> うん、第一宇宙速度とか、うん、第二宇宙速度とかが、普通の人で聞いたらわかんないから、うん、それからじゃない <laughs> <laughs> いや、まあ、あそうなんだけど、うん、これって結構、 こうまあ、ロケットを打ち上げるとかそういう話になってくるんだけど、うん、しかもこのド,ドーナッツ状の物体が、この <laughs>、ある速度以上で浮くかどうかって、このドーナッツの形状にめちゃくちゃ依存するような気もして、うん、とかいろいろ考えちゃって、うん、あこれ、いろんな家庭の話はできるけど、これだみたいな話、ちょっとむずいかなっていう、 うん、のを思ってたんですけどはいはいこれっていやそもそも大中中速度ってだから、うん、その人工衛星の最小のスピードみたいなことなんだよね、うん、そのロケットを打ち上げてこれぐらいのスピードはないと地球の周りぐるぐる回れませんよみたいなうん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 ざっくり言うとね みたいな話なんだけど。それよりも、大宇宙速度よりも小さかったら落ちちゃうってこと地球に。あ、そうそうそう。うんうん、だから、この地球の周りの軌道に乗る最小速度。だから、えっとね、う具体的な数字で言うと、地表から打ち上げるときに、毎秒 7.92km の速度ですね。うん,うーん 秒速キロじゃあいやこの質問の意味は秒速7 2キロ以上の速度で回転しドーナツ状の物体が回転しているとそれは <laughs> あじゃあ普通にそのドーナツが秒速7 9キ m で で移動するってわけじゃなくて秒速7 9キロで回転してるってこと <laughs> そうそうそう <laughs> だからむずっいやこれどういうことこれ <laughs> えだからそれぐらいの速度に回転したらものは浮きますか、うん、っていう質問ああいやそうかだか,回転だから正直しゃ射出じゃないから <laughs> その浮くかどうかってちょっとまた別のファクターなんじゃないかなって気は。 するんだけどいやでもなんかそもそもさちょっとこの質問を思いついた経緯をまずは私は教えてほしいから <laughs> か<に>全くこんなこと思いつきもしないすごいないや結構詳しい人なんじゃないかな <laughs> 私たちに出て詳しいよいやすごい面白い質問だと思うんだけどうん なんか、長癖つけるわけじゃないけど、うん。ドーナツの形がさ、ちょっとでもさ、上の方向に空気めっちゃ押し出すみたいな形してたらさ、うん。浮かないじゃん、うん、ずっと。あ、そうなの<分>そうなの。わかんないめっちゃ極端に言ったらさ、プロペラみたいな話でさ、ドーナツの形でさ、ちょっと上方向に風行くような形してたらさ、うん。ぐるぐる回ったら、めっちゃ下向きに行くみたいな。 パワーをはてじゃん。ああう,ね、うん。ってなったら浮かないっていう結論になるけど、それ逆向きだったら浮くっていう結論になるじゃん。うん。なるの本当に。に。それはなると思うよ。だって、うん、プロペラじゃん、それも。<laughs> そっか、プロペラだからか。うん、回転によって打ち上がるって、その、上に行く方向と下に行く方向にどんだけ力がかかるのかっていうことじゃん。えっと でもさ、プロペラはさ、羽があってさ、うんうん、で回転することによって、羽が空気を横に押してる感じだけど、ドーナツって羽がないからさ、くるくる回ってどうなるんだろうって思っちゃうん。うーん、めっちゃ綺麗なドーナツだったらってことだよね。うん。その、何もついてないツルッツルの。うん。 ええー、でも浮かないんじゃない浮くのかななんかプロペラだからこそ浮きそうな感はあるけど、ドーナツ浮くんって思っちゃう。うーん、その回転するスピードと、いや、これなんかいろいろドーナツのさ、あれを仮定して計算しないとわからんな。コペテンナイトさんとかに聞いた方がいいんじゃないですか。<laughs> いや、それもまた違うような気がするけど。<laughs> みたいなこれいろいろ妄想が広がる質問ですよね。そうですね。終わりみたいな <laughs> <laughs> いや、これはでも、<laughs> そう、なんかいろいろさ、物理を学ん,学んでいい感じのタイミングがあったらさ、うん、これちょっと差し込みたい感はある。この話 <laughs>。今後に合語期待、合語期待ってこと。 分かんない。いや、出てこないかもしれないけど。<laughs> 面白い質問だと思うけどね。うん。ちょっと、すぐに結論は出ないです、これ。うん。すいません。いや、すいません。じゃあ、続いて。はい。ケンさんより。第80回にて。 管の面積が小さくなると、毛細管現象が影響し始めませんかはい。ああ、これはね、あの、80回ってどの回だっけえっと、真空の回ですね。ああ、はいはいはい,はい、はい。で、真空の回で、あ、井戸水を吸い上げる話で、うん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 。どんな面積でも、 まあ同じぐらいの高さ行きますっていう話をしたんですけど、その水を汲み上げた時に、まあたい10メートルぐらい超えてくると、それ以上水が吸い上げられないみたいな。で、その時の管の断面積って関係ないよねって話をしたんですけど、うん、確かにめちゃくちゃ細いっていうのを仮定すると毛細管現象が起きるっていうのは、あると思う。うん これは確かにと思った。そもそも毛細管現象が起きる原理がわかんないけど、え、てかそもそも毛細管現象の説明しなくていいああ、確かに。毛細管現象とは何かっていう説明はしといた方がいいか。うん。そもそも毛細管現象は、うん、まあ、そのまま、あの、毛細管って毛細い管って書くけど、うん、結構細い管の中だったら液体が勝手に その管の中入っていったり移動しますよねっていう物理現象のことで。どれぐらい細いかこれね、どれぐらい細いかは、この一概にどれぐらいよりちっちゃかったらっていうわけじゃなくて、うん、この表面張力とか液体の密度を関係してるんだけど、うんうん、例えばストローだと、どん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 ストロー細くしていくと、 そのストローの壁と、そこに接してる水、うん、付近で、表面、張力がピュッて働いて、まあ目に透かす的な感じになるじゃん。ちょっと持ち上がるみたいな。うんうん、で、その上方向の力が、水の重さより勝った時に、上に水が行くみたいな、ことで。うん,うん。うんうん、だから言ったら、これ、壁面の、なんつうの、性質にもちょっとよる。 ああ、壁面がザラザラしてるかツルツルしてるかとかでっていうことああ、そうそうそう。とかでも変わってくる。どんぐらい上に行くかって。うん。じゃあ、それは、もう大気圧は関係ないんか。全く。あ、もう全く関係ない。ああ。じゃあ、細くすると、毛細管現象起こりそう。そう。めっちゃ細くすると、だから毛細管現象が起きて、 上方向に水が行くっていうのは確かにそう。だから、この10メートルってやつは超えてくると思う。ちょっと実際どれぐらいかわかんないけど。毛細管現象は上に行って、うん、で、あるところでは止まるわけじゃん。うん,うんうん。それは表面張力の大きさと水の重さが釣り合った時って言ってそう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 。ああ、そっかそっか。だから、多分、 あの、地下水の話でいくと、水が持ち上がっていったのは、単純なその持ち上がっていくっていうのは大気圧と水の重さの話だけど、うん。それに上乗せされる形で、毛細管現象の上の方向の力がかかるから、うん。もうちょっと水の量いけます、みたいな。おかもしれないですね。かもしれない。うん。っていう話ですね。いやでもこれは確かにね、その着眼点は合ってると思います。 そうですね。はい。ありがとうございます,いすありがとうございます。うんもう一つケンさんからお便り頂い,いててははい、はい。木の貝について土の壁は漆喰壁や珪藻土壁でたくさん使われています断熱材として優れていますうん。とのことですいやこれもねあり,ありがたい補足ですねあの、うん 多分僕ら土の壁めっちゃ適当に喋ったと思うん <laughs> な。なんだなんて喋ったっけななんか土、土の壁作るかねみたいな感じだったよね、確か。なんか、うん、原始人が使ってそうみたいなことしか言ってないけど。そう,そう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 。実際には現代でも使われてるっていうことですね。うん。断熱材として優れてるっていうね。 うん、すいません知らなかったですねいやーありがとうございます確かにそうかこうやって補足してくれるのは非常にありがたいですねそうですね<う>今後も補足情報はぜひぜひ募集してますねなんかあったら <laughs>、うん、お便りでもツイッターでも何でもいいですけどうん、うん、で間違ってること言ってないかってまあ常に気をつけてはいるけどねうん、うん まあ間違ってなくてもさ、こういう補足とかしてくれたらありがたいしそうそうだね。理解が深まるよね。そうそうそう。あの科学はね、みんなで作るもんですから。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、えー、シロさん。 科学者あるあるや日常で使える研究ワード、推し科学アイテムなど、久しく研究から遠ざかっていた自分としては懐かしく、まさに青春時代の思い出のようになっていました。レンさんと歳変わらないですが。 科学者あるあるで聞いてから、ねるねるねるねを久々に買って食べてみましたが、子供の頃に食べていたものと変わらないクオリティで、科学的な味がして、すっかりハマってしまいました。これからも配信楽しみしています。と <laughs> いうことで、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、これ、シロさんはね、あの、僕、直接喋ったことはないんですけど、これ、ポッドキャストやられてる方ですね。うん。どなポッドキャストを。 生物をざっくり紹介するラジオ。略して仏咲っていう。お<ー>はい。これ僕も聞いてます。物理をざっくり説明するラジオかと思った。<laughs> 生物なんだ <laughs>、まあ。それも、それも仏咲かもしれないけど。<laughs> いや、同じのでいくと、釣り学になるかな。ああ、本当だ。釣り学。うん いやこれね、面白い番組で、生物に関するね、本当にいろんな動物とか、例えばなんか松茸とか、ヤモリとか、カモノハシとかの解説とか。じゃあ、それぞれの、なんか生物の種をざっくり紹介してくれる感じなの あ、でもね、だけじゃなくて、例えば、あの、ミトコンドリアとかもやったりする。あー、細胞小器官も。あの、ネアンデルタール人とか。<ー>あと、進化をざっくり紹介とか。なんかね、結構、そういう、生物に関わることだったら何でも、みたいな感じです、ね。うーん。やってますね。いいねはい。 ありがとうございます。てか、これ、推し科学アイテムとか研究ワード好評ですね <laughs>。確かに、推し科学アイテム、研究ワードに関するお便り多いな。なんか、コメントも、ツイッターとかのコメントも結構多かった気がする。うん。だこの辺はね、今後もちょいちょいやっていきたいなっていう感じがする。そうですね。よかったね、うん、いっぱい反響あって <laughs>。 いやーよかった、本当に、どん詰めりするかなってちょっと思ってたけど、うん。<laughs> まあ、あんまり大喜り感なかったよね。まあまあ、確かに、ねうん、科学あるあるはちょっとこれからも募集していきたいなっていうか。お便りフォームにさ、それ作ろっかなと思って、科学者あるあるとか、研究ワードある人はこちらに投稿してくださいみたいなの作っといてもいいかな、うん。ああ、もう定番のものにしちゃうわけですね。そうそうそう。 で、たまったら、その回やるみたいな。ああ、いいね、いいね。ね。まあ、ねるねるねるねはね。うん。あの、僕、このゴールデンウィーク、ねるねるねるね、デラックスっていうのが売ってたんで、買ってきました。え、どこに売ってんのそもそも。あ、ねるねるねるて。スーパーに普通に売ってるよ。売ってんのデラックス。え、何種類か味あるってことスーパーに。ああ、もう、 昨日見たときはなんかソーダ味みたいなグレープんソーダみたいなのとグレープみたいなのとデラックスが置いてあって、うん、迷わずデラックス買って <laughs> あとついでにねなんかスライム作るみたいなお菓子も一緒に買っちゃった <laughs> あーそれ「ねるねるねる」じゃないのじゃないお菓子なんかチークお菓子みたいなスライムっぽいお菓子そうあ、えー、なんだってなちょっ,ちょっと気になる うんとねはいあの今持ってきましたけどうんえっとね実験スライムゼリーへえー、3つの変化シワ色変わり伸びるって書いてます面白そうそれ知らなかった新しくないうん多分新しいと思うな俺ん<ー>昔こんなの見たことなくて これが隣に置いてたからまんまと。だってめっちゃでっかく実験スライムって返しても <laughs> 見た瞬間カゴ入れてましたね。でもね、ちょ、これまだ食べてないんだけど、うん、こう説明いた感じ、やってることほぼねるねるねると一緒ですね <laughs> あ。ああいやでもさ、スライムでゼリーなんでしょ。それだけだったかちょっと違くない うん、なんか出来上がりが、粉と水混ぜるは一緒なんだけど、うん、出来上がりがスライムぐらい。へ、えー。100回以上よく混ぜると30センチくらい伸びるよって書いてる。ああ、面白そう。面白いな回数によって違うか、どれくらい伸びるかっていう。うん、なんか違う、うん、違うんじゃない、えー、どんだけ溶かすかっていうので。 でね、このデラックスネルネルあちょデラックスネルネルって名前でしたあネルネルネルネじゃないんだそうネルネルこれね高かった気がする結構400円ぐらいしたんじゃないかな高っ <laughs> マジで高いだけどそうちょっと待って普通のネルネルネルネはいくらは100いくらぐらいああ普通だな これデラックスネルネルマジででかくてあでかいんだうんだって45人で楽しめるって書いてるからそれ一人で食べんのデラックスネレルネルもちろんあ一,緒に一緒に食べますかこれ <laughs> なんか寂しい人みたいな一人でデラックスネルネルを買う <laughs> <かに> <laughs> さー <laughs> いやだいぶ痛いやつだななんかこれ <laughs> 食って思われてそうな。いやいや、いいんじゃないいや、でもさ、これトッピング4種類もついてんだよ。すごーい、ね。気になるな。はい、これ映えるんで後で写真撮って。うん、ツイッターにあげますじゃあお願いします、はい <laughs>。ちょっとまだ食べてないけどね。はいはい。はい。待ってます 何の話でしたっけこれ <laughs>。いや、まあ、これ雑談のお便りじゃないですか。ああ、雑談のお便りか。うん、はいはい。はい、なので、はい、あの、いろんなチークお菓子試してみてください。はい。はーい。続いて、えー、あさっての方このなめさんより。なん <laughs> はい。でもらうう笑うのいや、<laughs> めっちゃ、 めっちゃ長文書いててるなと思ってあそういや頑張って読まなきゃ <laughs> 熱量がすごいこれダメさんみたいにスラスラと読めませんがすいませんいきます <laughs> あ後日ての方向パーソナリティのダメです先日はコラボにご協力いただき本当にありがとうございました大変有意義でいつもとは一味違う番組にで行きましたしお二人の お茶目な一面も買いまめることができてとても楽しかったですこの度は一周年おめでとうございます最近印象深かった回や内容が潤覚えのエピソードを改めて拝聴していたのですが男女で走り方が違うのはなぜの回に再度うならされました言われてみればそうだよねという身近な現象を取り上げ 自由な発想からの考察や議論を経て論文から聞き手も納得できる一つの結論へと導いていく過程はとても興味深くまた科学に明るくないリスナーでも一緒に考え一緒に腑に落ちていく苦労は間違いなく科学への関心を抱くようになる人々を生み出していると思いますちなみに私は 負けず嫌いで自分の力を誇示したがる男子に比べ女子の方が本気で走ることに必死になるのを恥ずかしいと考える心理が脇を開かず縮こまったフォームにしているのではというよく言えば心理的なあけすけに言えば偏見に満ちた考察をしていました。 生後、うん、はともかくこういった違いを楽しめるのも「サイエントーク」の魅力だと思いますこれからも無理なくでも意欲的な番組を聞かせていただけると嬉しいですありがとうございますありがとうございますいや,ーいやーなんかもうお手本のような推薦文が送られてきましい <laughs> すごいなあ橋方ね うん。これもね、非常に好評で。でもこれ、なめさんのこの考察結構、なんか、ちょっとありそうだなって思いましたけどね。どうなんだろうね。うん、まあでも心理的に、確かにな。で,ね、でも女子でめちゃくちゃ、うわーって、本気で走るの恥ずかしいみたいな人は確かにいるかもな、ね、っていうのはちょっと。うんうん。それは確かにと思ったね。 うーんいやーありがとうございます。てかあのコラボ会ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。ね。ねこれすごい好評だったよ。これも。声優会、料理会。ああ、めっちゃ好評だったね。うん。すごい嬉しいですね。嬉しかった。楽しかったしな。いや、面白かった。めちゃくちゃ。あれから別に声のトレーニングを何かしたわけでも。<laughs> ありのままでいそれだけあけかっただけでもねちょっと安心できるよね安心できる、うん、お墨付きいただいたみたいな <laughs> うんうんだからこういうねなんかな身近ななんでだろうエピソードもねもちろんなくなるわけではないんで、うん、ていうかね結構多分出てくるこれも今後うんシーズン2にあっても そう例えば時計って時計っていうか時間ってなんでこうやって測られてんだろうみたいなとかああそれシーズン2で絶対出てくるね出てくる出てくるうんそうそうそう昔の人ね時計とかストップウォッチない状態でどうやって速さって考えるのとかうん話そういう話とかも出てくるんだけど うーん、確かにトップウォッチじゃなかったらマラソン選手とかのさタイム測れないしね競争難しいそう昔の人ってだって1時間っていう概念自体がさ昼間を12等分した長さっていうことだけだったから難しい <laughs> うん昼間の時間ってさ、うん、夏と冬で変わるじゃんうんうんうん だから短い時は1時間が30分ぐらいになったり長い時は80分ぐらいになったりしてた、ねうん、そんぐらいの世界観で実験してるとかやばいないう話とか出てきますけどまあそういうのって、まあ、確かに1時間なんでこの60分なんだろうみたいなのはうんうんうんとかね、まあ、そういう話いっぱい出てくるんでうん、うん、まあ日常につながるような話もしていきましょうねそうそうそう結局大体科学なんで うんいや。ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後。はい。えー、ゼロジーさんから頂きました。はい。えー、こんにちは、ゼロジーと申します。私が今まで出会った物質の中で名前が可愛いのがある。えー、例えば犬リンとクマリンとか。 こういうのがあるんですが、もしレンさん、エマさんがご存知のかわいい名前、かっこいい名前、面白い名前、えー、あわりん的なものをお手すきの時に紹介いただけると私が喜びます。<laughs> よろしくお願いします。っていう。かわいい。はい、のいただいてまして。うん、そう。これね、いや、これこそ研究あるあるみたいなのでも募集できるなって思った。うん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 。かわいい名前かっこいい。これあわおりんって書いてるのは、 うん、えっとね、これはね、リサーチャット FM で。うん、あ、そう、だから知ってんのか。紹介しそうそう、と、去年の年末かなうんうんうん。に、リサーチャット FM のイベントがあって、僕そこにちょっとだけ出たんですけど、うん。その時にシクロアワオドリンっていう、このアワオドリンみたいな名前ついてる化合物があるって、うん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 。紹介したら、 ゼロさん大喜びしてくれて <laughs> <laughs> これ無限にあると思うよマジで確かに有機伯学とかねもうかわいいで言ったらプロリンああプロリンもかわいいねあの俺バスケタンってやつが好きだ、ね、<ー>これね本当に形ねバスケットみたいな形してんだよねへえ<ー>バスケタン バスケットうんすごいかわいい形してるしタンがかわいい次元的にバスケタンそうそうそう,そう取っ手みたいなのついてるすごいそう, <laughs> そうバスケタンで検索してみてほしいですけどとかねアッペル反応とかねかわいいマグカップみたいな形してるやつあるマグカップそう三次元的に <laughs> 取っ手ついてなきゃダメ <laughs> コップみたいなのはあるけどあ取ってついてほしいな <laughs> 取ってかあるかなでも作れはすると思うけど多分作ろうと思ったら、うん、そしたらマグカップンっていうのを作ればいいじゃん名前 <laughs> 確かに確かになそれ知らないけどありそうだな頑張れば作れそうじゃん作れそう作れそう、うん、多分大体の形 なんとか作ろうと思ったら作れると思うけど。絵に描けるやつは。うんとか。か面白い名前とか難しいかもしんないけど。でも可愛い反応とかいっぱいありますよ。可愛い,い反応、うん、例えば。ペタシスとか、クラプコとか。ああ<ー>。クラプコダったンさんってこれ教科書で出てきますけど。可愛い,いな、クラプコ。クラプコ結構可愛いよね。 うん、やっぱさなんか「パ行」が入るとかわいいよねうんピニックとか「パ行」と「カ行」があるとかわいいなそうねこれ物質の名前じゃないけどさうんうんグリコとかさそういうグリコうんお菓子のそうそういう名前よくね何え <laughs> どういうこと <laughs> <laughs> あ響きがそう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 あグリコって響きねあ確かにまあちょっと癖になる感じねドングリとかさあ<ー>カタリンカリコとかさ <laughs> あ、ま、うんうんうんとかなんだちょっとうねる感じで作業がある,あるといい感じああなるほどね面白いねあ、スマイルスとかもあるよスマイルスっていう物質 あ、これ反応の名前だけど。へぇ、えー。転移反応の名前だけど。笑顔みたいなね。へぇ、えー。それは、あの、人の名前から来てるのそうそう。スマイルスさんから来てる。うーん。まあ大体人の名前だよね。反応の名前とか。うん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 、ね。逆にね、かっこいい名前とかは、傾向はちょっとむずいなと思ってて、例は出せるんだけど、うん いやこの流れ反応だけで言うと例えばビルスマイヤーハック反応とかあーかっこいいなかっこいいガブリエル・アミン合成とかなんか長いととりあえずかっこよくないそう長いととりあえずかっこいい感じ、ねうん、長くてカザカナだととりあえずかっこいいそういや短くてキュッてしてるやつは結構かわいい感じねそうだねうんうん でも短くてもなんか馬行とかいっぱい入ってバビブ反応とか嫌だな,なんか <laughs> バビブ <laughs> <laughs> そういうのないけど、ね、そういうのないけど多分ないと思うけど<ー>今作った <laughs> それ嫌だなあ出、うん、デマヨ反応ってあるよえバビブじゃないけどデマヨ反応んかマヨネーズっぽいな ま、<laughs> マヨって入ってるからね <laughs>。そう、マヨ、ま。マヨネーズを、なんかデトックスするみたいな。<laughs> でカかェなそうそうそう。マヨぬ、マヨ抜くみたいなマヨバージョン。うん。<laughs> 感じするね。確かに、デマヨ反応。これも結構有名な反応っすね。これはデマヨっていう人が昔に作った反応ですけど。うんうん、いろんな名前の人いるんだなそう。ま、あいろんなね、名前の人はいます、ね、うんうん。 いやこういうのもねいや多分考えればもっといっぱいあると思うんだけどうんなのでこれもなんかいいのあったらぜひ教えてほしいですねそうだねうんなんか私たちは科学系しか知らないけどもしかしたらさ違う物理とかさ、うん、地学とかさそういうところでも面白い名前があったりするのかもしれないしね、うんうん、めっちゃあると思う あの生物の遺伝子の名前とかめっちゃあるしうそうなんだそういうのも多分ね俺らが知らないようなかわいい、うん、かっこいい面白い名前がいっぱいあると思う,うん、うん、なんかさ文系の例えば哲学のなんかこういう理論とかさそういうのでもさ意外と可愛い,い名前とかありそうじゃん「アガペアガペアガペ可愛い,いか <laughs> <laughs> いやあ,あれなんだっけなんかあったね<の>思い出したなんかさ <laughs> 2>, 2人で喋ってたのあったよねなんか無視する的なやつあれなんだっけなんだっけいやーめっちゃ気になるあ,あれめっちゃ別にポッドキャストで話したわけじゃないけど私たちが普通に2人話してる時になんかめっちゃ面白い哲学用語があってずっとそれ話してたよね 一時期めっちゃ二人の間で流行ってた言葉あったよな。爆笑したな、あれ。なんだっけ。あー、なんだっけちょっと待っていや。なんでそもそもあれの話になったのか全然覚えてないな。あ、思い出した。なに<何>エポケー。エポケー。<laughs> 覚えらそう、覚えらそエポケー可愛くねみたいな話したよね。いや、なんでエポケーの話になったのか覚えてないけど、 で、なんでなエポケーとあって、今調べてみる。<laughs> エポケーはギリシャ語で判断中止という意味。うんうん。だからやっぱ、一旦置いとく的な感じかな。うん、かこれビジネス用語にもなってる、これエポケー。へ、えー、エポケーかわいいな。うん。これ一応、エポケーするっていう単語の使い方としては、<laughs> うん。あの、 なんか、例えばリンゴを見たとして、うん、このリンゴが本当に存在してるかどうか、みたいなのを当時の哲学者は考えてたらしいけど、うん、そもそもこれがあるかないかなんて議論するのは無駄もうやめみたいなことがエポケするってことらしいですよ。うーん。<laughs> もう考えないってことですね。<laughs> な、なんだろう、考えないというかい、考えないではないな。あ、そもそもあるかないかってことは考えずに、もあるっていう前提で話すっていうことか、うん。そうそう、あるって前提で、じゃあそのリンゴはどういうものなのかっていう、そっちに焦点を当てましょうよ、みたいな。うん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 。で、その根本的なものをもっと見つめようよ、みたいな。この、この問いって本当に正しいのみたいなのを考えるのがエポケー。うん なるほどねいや。なんかさ、めっちゃ面白いエポケで使った言葉あったよね。うん、言葉っていうかなんか文章みたいな。あ,あった、なんだっけ、まあ、それ今探してるんだけど。<laughs> え、何言ってんだこいつみたいな会話をした気がする。そう,そうそうそう。なんだっけなんか、すっごいわかりにくいエポケの説明が確かあって、うん、それで爆笑した記憶がある。<laughs> あった、あった、あった、あった。ど、どこどこ送って、ちょっと。<laughs> え、っと、ちょっと今送るわ。世界大百科事典。あ、私これさっき見たよ。の、下の方にあった。これだと思う、多分。あ <laughs> これか。読んで読んで。えっと、これどこから読んだりかな。まあ、一番上から読んだりんじゃないえ、ちょっと長いな、これ。う 超越的客観が一体どのようにして、これこれしかじかの存在者として、すなわち意味的に規定された対象として認識されうるのか、という疑問を解明するのが超越論的現象学の課題である。それゆえ現象学者は対象の実在を素朴に認める態度を一旦中止、エポケすると同時に、 反省のまなざしを自分自身の意識作用そのものへ向けるための現象学的還元、または超越論的還元を行わねばならない。この還元の結果、あらゆる対象はもはや端的な超越者とはみなされず、もっぱら意識の思考的相関者として、すなわち認識されている限りにおいて、意識体験の領域に思考的に内在するノエマ的対象、 思念されている対象として、その認識の可能性と存在性格を究明されることになる。ノイっノイスいや、ちょっとよくわからんけど。<laughs> いや、でもなんか今読んだらまだ、まだなんかわかる気がする。うーん。そうだね。いや、でもこの文章の意味をめちゃくちゃ議論した記憶がある <laughs>。うん、これ、 いや、てか、マジで日常生活でなんでそんなことしたんだろう、これ。<laughs> い<や>この文章めっちゃさ、<laughs> うん、いや、この超越論的現象学っていうのは、みたいなさ、違う、超越論的還元とは何かみたいな話を、二人で永遠として、うんうん、なんかちょっとけん喧嘩ではないかいや、喧嘩ではない。ただ、もう、お腹痛いぐらい爆笑した。うん、ちめちゃくちゃ議論した記憶ある、この文章。<laughs> なんでそれ議論したのかは、<う>全く謎だけどね。いや、覚えてないな <laughs> これ多分今聞いてすって入ってきた人あんまいないというか、多分なんか、哲学系のね、勉強してる人とかあったら、うん、はいはいみたいな感じかもしれないけど、うん、ちょっと僕らの、この、なんだろう、理系能にとっては何を酔っているんだこの人たちは、みたいな。<laughs> <laughs> 感じにちょっと聞こえちゃって。ま、あだけどなんか、なんとなくエポケの雰囲気は分かりましたよね。そうそうそう。その後はエポケよく使うようになったよね。うん。エポケが流行った。流行った。確かにな、ポットキャストでそういうさ、単語なんか流行らせていきたい。<laughs> ハッシュタグエポケみたいな。<laughs> ハッシュタグエポケ <laughs> どうやって使えばいいのそれ分かんないまあでもなんか俺らがさ拉致の開かない議論とかをするときに、うん、なんかさっきのさ回転するドーナッツ問題とかもさ、うん、エポケして考えるみたいな,なんか違う,違うななんかちょっとそれなんかちょっと違う景色まあ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 エポケしてる話はちょっとここで解説まずできないんだ <laughs> できないっすねこういう単語でも使っていきたいどなうん使いたいなはいということで全部紹介終わりましたはい皆さんありがとうございましたありがとうございますそしてシーズン 1, 1>、うん、いろいろお聞きいただきありがとうございましたね思った以上にここまでいい感じで楽しめてますね <laughs> はい、はい、でいやシーズン1は個人的には結構ド直球な科学の話結構避けてたんだよねうんちょっと癖強めなやつを選びたいなとかド直球な科学ってどういうことだ,だ科学のメインス多分科例えば科学者紹介だったら、うん、あのニュートンとかさ ガリ,リオガリレーとかさあ王道みたいなのは紹介してないっていうことそう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 だって古代ギリシャみたいな話もさアリストテレスとか全然やらずにさいきなり地球の外周を測ったさエラトステネスっていうさちょっとマニアックめなところだけ喋ってるみたいな感じなうん,うん,うん、うん、そうこのシーズン1でいろいろだから学べた 学べたかなっていう,うん、うん、ちょっと自分がしゃべる能力もねまだまだですけどなんか初期よりはちょっと慣れてきたんでいよいよメインストリームに突入しようかなっていう、ね、感じです、ね、はい頑張りましょうまあ頑張りましょうまあでも今後もなんかゆ,ゆるゆるめな感じプラスあのオフィシャルヒゲダンディズム的なところも挟んでいったりね、うん、いろいろ 雑談をねさあさんねささ見たよ雑談と、まあとは王道のやつにそういう違う角度のやつをやっぱねじ,、うん、ねじ込むというかうん、うん、混ぜ込んで語っていきたいじゃないですかせっかくやるなら。うんうん、ただね歴史垂れ流されても面白くない。 と思うんでなんか前お便りで学校の授業つまらなくてイライラするみたいな人もいましたけど <laughs>、うん、そうはしたくないんでポ、うん、ッドキャストじゃないとできない感じでね、うん、やりたいですねはいはいじゃあまた次回からあの次回は多分いきなり歴史に突入するんじゃなくて、うん、なぜ科学史を 今やるんだみたいな話を最初に1エピソードだけ入れてからビッグバンしますんで<お>はい楽しみビッグバンからか一応ビッグバンからまあビッグバンはそんな詳しくやんないけどさらっといくけど <laughs> はい開幕しますんでぜひ聴いてくださいまたはいありがとうございましたありがとうございます